こんにちは、こんばんは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。うぷ主のサキクマです。さて今回は、イングランド王チャールズ一世王妃、ヘンリエッタ・マリア・オブ・フランスです。リクエストも多かったんだぜ。こんなに肖像画が豊富な会はないです。感激です。たくさん残してくれてありがとう、イギリス。はい。夫婦の肖像画が多いのも特徴ですね。あ、先に言っとくね。なんかごめん。大体はあんたのせい。イングランドの歴史の中で、これほど愛し合った王と王妃はいないと言われた、チャールズ一世とヘンリエッタ。夫のために奔走し、すべてをかけて共に戦った王妃は、しかしその一途さと堅くなさゆえに、悲劇の運命に飲み込まれてゆきます。ヘンリエッタ・マリア・オブ・フランスは、1609年11月25日、パリで生まれました。父はフランス国王アンリ4世。母はメディチ家の姫君、マリード・メディシス。ヘンリエッタは、アンリ4世とマリーの末娘でした。しかし、1610年5月14日、父のアンリ4世が暗殺されてしまうのです。その後、長男のルイ13世が即位。母のマリーが摂政となりますが、二人はとにかく仲の悪い親子でした。1619年には二人の争いは、お互い軍を率いるまでに至ります。親子喧嘩で武力衝突。やがてルイ13世はマリーを摂政の地位から引きずり下ろし、国外に追放してしまうのです。そんな大変な少女時代を送ったヘンリエッタですが、ルイ13世や周りからはとても大切にされました。あらかわいい。ヘンリエッタは美しく、明るく活発な姫君でした。そして幼い頃から200人もの侍女や従者に囲まれ、フランス王女らしい、贅沢な生活を送ります。彼女はカルメル改修道女から教育を受け、敬虔なカトリック信者として育ちました。ヘンリエッタは15歳の時に、イングランド国王ジェームス1世の王太子、チャールズと結婚します。しかし、ヘンリエッタはカトリック。チャールズ1世は英国国教会、つまりプロテスタント。この結婚は初めから、波乱含みだったのです。1625年にチャールズは、イングランド王チャールズ1世として即位しました。しかしカトリックであるヘンリエッタには、戴冠式への出席が許されなかったのです。1625年6月13日に、ケント州カンタベリーの聖オーガスティン修道院において、正式に婚礼が執り行われましたが、実はこれは、カトリックのヘンリエッタが、ウェストミンスター寺院での英国国教会式の婚礼を拒否したためだったそうです。そしてヘンリエッタは、最後まで王妃として戴冠することはありませんでした。こんなに問題だらけなのになんで結婚したの？イギリスはこの頃、反スペイン政策をとっていてな、同じくスペインと敵対していたフランスと、手を組む必要があったんだよ。もう、フランスもルイ13世の嫁にスペインの姫様もらったんじゃないの？あんたらすぐ喧嘩しよってからに、ほんまにもう、いやどこもおかんだよ。ヘンリエッタとチャールズ1世は、宗教の他に、性格も全く違いました。チャールズ1世は気真面目で、繊細。そして陰気な性格。かたやヘンリエッタは、陽気で社交的な明るい性格。あ、これ無理だわ、陰キャと陽キャの結婚とか無理だわ。しかも、24歳の夫と15歳の妻。当然話も合いません。二人はギクシャクした関係のまま、打ち解けることさえできませんでした。そしてチャールズ一世には、バッキンガム公ジョージ・ビリアーズという、長身がいたのです。ちなみにこのバッキンガム公は、ヘンリエッタの嫁入りに同行するためにやってきて、ルイ13世の王妃、アンヌ・ド・オートリッシュと恋に落ちたあの人だ。そうやったねー。王妃くどいて仕事しとらんかったあいつか。いや仕事はしてたから。そしてチャールズ一世は、このバッキンガム公に夢中だったと言われているんだ。いきなりの BL 展開。まあ、チャールズ一世が一方的に熱を上げていただけだろうけどな。さらにチャールズ一世は、失態を犯したバッキンガム公が議会から追及されることを阻止するために、11年も議会の開催を拒否し続けたんだ。ダメだこの王様。チャールズ一世はバッキンガム公を常に自分のそばに置き、二人は四六時中べったりで、ヘンリエッタはほとんど夫から無視されていました。その寂しさを埋めるためかもともと贅沢が染みついていたのか、ヘンリエッタは買い物に走り、かなり浪費を重ねたと言います。しかも結婚して数年経っても英語を話すこともできず、国教会への改修も拒み、イングランドでの彼女の評判は悪くなって行きました。しかし、その3年後バッキンガム公は暗殺されてしまいます。彼の死で悲しみに暮れる夫に、ヘンリエッタはそっとそばに寄り添い、
私に何かできることはありませんか？と、不器用に彼を慰めようとしました。そのけなげな妻の優しさに、チャールズ一世は、いつまでも悲しんでいるわけにはいかないね。と、初めて妻に笑ってみせたのです。そしてチャールズ一世は、今度はヘンリエッタに全力の愛情を注ぎ始めました。それこそバッキンガム公の時のように、ヘンリエッタ以外誰もそばに寄せ付けない勢いです。極端なんだよなこの王様は。溺愛系男子、良いではないか。ヘンリエッタはイングランドの歴史の中で、最も王に愛された王妃と言われているのです。1630年には、王太子チャールズを出産。うわぁ、かわいい。二人は、生涯で9人の子供に恵まれ、家族は幸福そのものでした。しかしチャールズ一世は、ヘンリエッタが宮殿内に壮麗なカトリックの礼拝堂を作ることを許してしまい、これに国教会の貴族や議会、国民が大ブーイング。ますますヘンリエッタの評判は落ちてしまいます。もうちょっと国民感情とか考えて行動しないと。溺愛系男子は嫁にどこまでも甘いからね、しょうがないね。いやかなりダメな系統じゃねえか。しかし、この頃のイングランド宮廷はその洗練された優雅さと高い芸術性で、ヨーロッパ中の称賛を浴びていました。チャールズ一世は絵画を、ヘンリエッタは演劇を愛し、華やかな文化をスチュアート王朝にもたらしていたのです。ですが、国教会の信者たちはそれを不快に思っていました。王妃が余興で出演した歌劇では、彼女以外の役者を、当日になって皆売春婦に変えてしまうなど、陰湿な嫌がらせを行います。何これ陰険、ひどい、いやあんたに言われましても。バッキンガム公の死後、一人も長身を持たなかったチャールズ一世は、ヘンリエッタにしか本心を話さず、重要なことはすべて、彼女だけに相談していました。そのため、彼女が国王に良くない影響を及ぼしたと囁かれます。チャールズ一世は外交の失敗続きで財政を悪化させていました。そのため国民に重税を課そうとし、それに反対する議会と対立。さらにチャールズ一世は、国の宗教を英国国教会に統一しようと考え、スコットランドを国教会に組み込もうとします。それにスコットランドが反発。1639年、主教戦争が勃発しました。チャールズ一世はスコットランドへ出兵しましたが、戦況は不利でした。戦いは一時休戦となります。チャールズ一世は戦闘再開に備えて、議会に戦費を出すよう要求。しかし議会は国王を批判し、戦費を出すこともしませんでした。すると、ヘンリエッタは夫の窮地を救おうと、イングランドのカトリック勢力に協力を求め、兄のルイ13世やバチカンにも資金援助を要請します。いいよね、泣ける。いや、彼女のこの行為が、さらに事態を悪化させてしまったんだ。王妃のこの勝手な行動に、議会はますます彼女に不信感を抱きました。彼らはヘンリエッタと教皇との共謀を疑い、さらには彼女が、アイルランドの反乱を扇動したとの嫌疑までかけられます。議会が、王妃を弾劾する動きを見せるとチャールズ一世は、それを阻止するために、議会員を逮捕しようとしました。これにより、国王と彼らの間に、重大な亀裂が生まれるのです。そして、議会派と王党派の内戦、政教と革命が起こります。政教徒というのは、ピューリタン、と呼ばれるカルバン派のことだ。カルバン派は、プロテスタントではあるんだが、英国国教会はその教義や儀式に、カトリック的な要素も残していた。これに反対していたのが彼らだ。そしてチャールズ一世は、彼らを弾圧していた。カトリック引きずっとったんかい？いやその辺はエリザベスタンの政策やからわし知らん。宗教改革のいろんな歪みが、ここに来て爆発したって感じだな。ごめんね。ドヤ顔すんな歴史的迷惑王が。しかし、このピューリタンの影響力は強く、議会に大きく関わっていたため、議会と国王の対立に発展。そして自身もピューリタンである、議会派の政治家であり軍人のオリバー・クロムウェルが、議会軍を率いて、国王軍と対立します。1642年、国王夫妻はロンドンを脱出。ヘンリエッタは軍費調達のために、長女メアリー王女が嫁いだ。オランダに行くことを決意します。妻を港まで見送ったチャールズは、ヘンリエッタの乗った船の帆が見えなくなるまで、崖の頂上に馬を走らせました。それに気がついていたヘンリエッタは、もっと帆を大きく掲げて、あの人に見えるように、と、叫んだと言います。オランダに渡ったヘンリエッタは自分の宝石を売り払い、募金を募り、200万ポンドもの資金を調達しました。
その資金で船、武器弾薬を買い、イングランドに送り、1年後の1643年2月、ヘンリエッタは自ら軍を編成して、チャールズと合流したのです。王妃様関係。だが、実は議会側からは何度か彼らに対して、和解や妥協案を提示されていたんだ。しかし二人はそれを、頑として受け入れなかった。そして彼女はチャールズ一世に、議会に対し断固たる姿勢を示すことを要求し続けたんだよ。夫が勝つと信じていたからだろうが、自ら逃げ道を潰していったんだ。チャールズ一世の生真面目さ、独善的な思考と、ヘンリエッタの堅くなさが、この夫婦に悲劇をもたらしたとも言えるんだよな。1644年、ヘンリエッタは9人目の子供を妊娠、戦線を離脱することになります。チャールズは、涙ぐむヘンリエッタを抱きしめ、私のことは心配するな。どうか無事に、元気な子供を産んでくれ。と、優しい笑顔でそう言い、彼女をエクセター伯の屋敷に残して、戦いに向かいました。そしてこれが、二人の永遠の別れとなってしまうのです。1644年6月16日、末娘のヘンリエッタ・アンが生まれました。しかしヘンリエッタは議会軍が自分を人質にするという計画を知り、保護を求めにフランスへ帰国します。議会軍に追われる危険な航海となるため、ヘンリエッタは、生まれたばかりの娘を預けていきました。チャールズ一世は王太子チャールズを、フランスのヘンリエッタの元に送ります。王太子と共にフランスに保護されたヘンリエッタは、夫の軍資金を工面するために奔走。しかし、1645年6月、国王軍はネイズビーの戦いで大敗し、チャールズ一世は捕らえられてしまいます。1649年1月27日、チャールズ一世は、ホワイトホール宮殿のバンケティングハウス前で、公開処刑されることが決まりました。処刑が決まっても、処刑場に連行される時も、最後の瞬間まで彼は毅然とし、国王の威厳に満ちていたと言います。1649年1月30日、国王チャールズ一世は斬首刑に処されました。チャールズ一世の首を民衆に向けて掲げた執行人は、戸惑います。民衆から湧き上がるはずの歓声は、どこからも聞こえませんでした。泣き崩れる人々、国王万歳と叫ぶ人々、一部では暴動が起こり、兵たちに逮捕される者が続出しました。違う。私たちはこんなこと望んではいなかった。国王を罪人として晒し者にした議会の行動は、逆に、国王に対する人々の死望を強くしてしまったのです。ヘンリエッタは生涯、チャールズを失った悲しみから、立ち直ることはできなかったと言います。11年後、国民を抑えつけただけだった共和制は、クロムウェルが亡くなるとすぐに崩壊します。そして1660年、チャールズ2世が、国民の熱狂の中、イングランド王として即位。ヘンリエッタもイングランドに戻りますが、カトリックの彼女を歓迎する者は、誰もいませんでした。その後は娘のヘンリエッタ・アンの結婚相手を探すことに、全力を注ぎます。カトリックとして育ったアンは、フランスオールイ14世の弟、オルレアン公フィリップと結婚しました。1665年、ヘンリエッタは体調を崩したため、フランスに戻り療養することになります。そして、1669年、孫娘、アン・マリー・ドルレアンの誕生を見届けた後、1669年9月10日、ヘンリエッタ・マリアは、59年の波乱の生涯を閉じたのです。死因は鎮痛剤として服用していた、アヘンによる中毒死だったと言われています。夫のために懸命に戦ったはずが、運命はその歯車を狂わせて、彼女から大切な人を奪って行きました。イングランドに愛されなかったヘンリエッタですが、それでも、彼女は語っていたそうです。イングランドでチャールズ一世と共に過ごした日々が、人生で一番幸福だったと。晩年彼女は、夫を失った寂しさから進化の男と関係を持ったが、その男がとんでもない DV 男でかなり悲惨な時期もあったそうだ。つくづく、ついてない人だな。プロテスタントからロシア正教に改宗したエカチェリーナ2世みたいに、ヘンリエッタも改宗しとったら、そしたら国民から受け入れられ、議会から信頼されてたかもしれへんな。堅くなにならず譲歩して、議会とも話し合い、折り合いをつけれたらよかったのにな。宗教や議会とのごたごたがなかったら、本当に仲のいい夫婦として、ずっと幸せに暮らしたんだろうね。
とりあえず、久しぶりに言っとくか。何もかも全て全部まるっとおる、ヘンリー8世が悪い。なんで？それでは、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。チャンネル登録していただけると嬉しいです。